単に富山じゃないですね。攻めるって攻め方としてこういうのがいいのかなっていう思い描いてもあったりするんです。あ、ありますね。おお。さあやってまいりました、豪商ブラックスボリューム55。この番組はプロ野球独立リーグの一つであるルートイン BC リーグに所属するオセアシガブラックスをファン目線で応援する番組です。とはい、メインパーソナリティを務めますブラックキャンプ代表のヤモです。はい、手巻き出身野球大好き声優の小川秀和です。 OS1 が美味しくなったら危ないよ。そんな季節ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。マジでな、マジで危ない。あの先週先週ね、本当にもうなんかそう、ちょうどひでちゃんいた試合よね。はい、そうですね。試合前にこの辺が痛くなってね、動けなくなりましたからね、僕ね。しばらくもうずっとうずくまってましたもんね。あ、いや、まあその後スポドリ飲んで回復しましたけど、あの皆さんね、本当に球場にお越しの際には本当に気をつけてくださいね、はい、もう暑くなってきましたから、猛暑日続いてますしね。はい、でこの猛暑が来るとね、もうこのシーズンも終盤に差し掛かってくるわけですよ。佳境ですね。佳境ですね。でこのシーズン終盤に滋賀を応援してて、まさかこんなに早く優勝争いというものを楽しめる日が来るとは。いや、今年はやっぱ格別の夏ですよね。もう楽しいて、毎日毎日楽しいて、しゃあないですよね。いや、本当にこうした楽しみもあるんだっていうところで、はい、もう僕のこのニコニコ顔見てもらったら分かると思うんですけど。いや、あの、一喜一憂のなんかこう、重みがちょっと違うというか、うんうんうん、ある程度勝っても負けても一定戦以上は嬉しいっていう、なんなんですかね、この感情。なんかね、特別な夏を迎えておりますが、うん、いやね、そしたらもう気になるのはね、まあ、これからチーム本当に優勝に向かっても、この言葉言っていいと思うんだけども、優勝に向かって、はい、行くわけなんですけども、その優勝に向かっていくにあたってですね、もう今一度シーズン前にね、はい、僕監督にインタビューしたんですけども、今一度ちょっと今監督がどういったことを考えてるのかなというところで、うん、監督インタビュー秀ちゃんがしてくれました。はい、今回させていただきました。ありがたいことに監督からもなんかちょこちょことね入ってくる声では、なんかちょっと話してみたいみたいなお話をいただいてたみたいなんですよ。小川くんと話をしてみたいと、はいはい、すごい光栄な話じゃないですか。はいはいはい、ただのファンですよ僕。まあだけどね、これももうずっと4年間続けてやってますんで、うん、はい、まあ本当に貴重な機会になりましたんで、ご褒美ですよ、ね、僕らの話よりですね、監督のインタビュー早速行ってみたいと思います。さあどうぞ。ありがとうございます。じゃあ今日はですね、はい、貴重なお時間いただきまして、山田監督にインタビューをさせていただきます。よろしくお願いします。まずですね、はい、まあ、ここまでシーズン戦ってきてますけど、はい、まずファンとしての気持ちとしては、まず今この位置にいるっていうことが非常に嬉しい。まずずっと最下位を張ってきたチームが、まずすごく嬉しい。さらに優勝が手に届く位置にいるっていうことで、さらにもう一頑張りをお願いしたいなという気持ちがまずあるんですけど、はい、ここまで、ね、戦ってきたんですけど、監督がシーズン始まる前に思い描いていたビジョンのあり方っていうのと今のチームって差があったりするんですか。もっといけたとか。いや、そんなに差もまあないですね。やっぱ思い描いてた、まあ、当時の戦い方をしてもらってる選手に出してもらってるなと思ってます。まあ、その分本当に選手は辛い思いして、はい、まあ、今日も、ね、来ているので、もう本当にそういうのを見てですね、何度も本当に優勝させてあげたいなと。本当に何もできないですけど、はい、もうまあ、そこは例えばまあ采配だとかで、まあ、多少サポートができるので、そこはもうファンの方もそうですし、スポンサーさんも多くいらっしゃいますので、ありがたいと思うんですけど、するしかないとか、まあ、変わらないですね。で2月ぐらいですかね、はい、出させてもらった時に話したのと、
こう変わらないですね、気持ちは。今こう対戦成績とかを見ると、はい、やっぱり1位に今いる富山、富山に対してちょっと分が悪いっていうのがあるように。そうですね、初めはちょっとこう全体的に苦手意識があったのかなと思いますけども、そこからまあちょっといろいろ考えて話し合って、はい、あんまり最初の方は自分自身もあんまり選手に言ったりとかっていうのはあんまなかった、遠慮するのは正直あったんですけど、ただそれをまあ伝えて、はっきりまあ自分の悩みも伝えて、自分はこういうふうに思ってて、本当は言いたいんだけど、まだまあ野手に言いたいんだけど、まあピッチャー出身だしっていうところがあったんですね、はい、でまあそこを言って、まあそこまでも正直もやもやしてたんです、毎日もやもやしてたんですけど、それが言った後に、まあ野手の選手が遠慮しないでもっと言ってくださいと、うん、って言われた時にちょっとなんかこうスーッと抜けてしまう。でもなんかそこからなんかこう変に苦手意識、そのあたりぐらいからじゃないですかね、苦手意識っていうのもなくなりますし、選手も本当に、優勝するには富山を倒すしかない、富山を倒すしかないという気持ちでやってるので、はい、ちょっとやっぱり他の2球団さんと一緒の戦い方してますけど、はい、ちょっと熱の気持ち的にやっぱなんか意識してるのかなっていうのはすごい感じます、はい、富山、はい、このシーズンの、ね、優勝が見える位置に今来てるっていうことで、はい、チームの雰囲気で例えばなんか変わったりとかっていうのはある様子でしたし、ね、ですね、変わるっていうのも、はい、悪い意味ではないですね、そうそう、はい、どんどんやっぱりこう一試合一試合やって積み上げてくるようになって、はい、選手の意識も元からまあ高い選手が多いので、はい、それがさらに高くなって、はい、まあ、勝っても負けてもしっかり反省して、まあ、それを選手に、まあ、練習して実行してくれるように選手には何も言ってください。じゃあこれから、例えば投手陣の指示に対して、はい、もう一頑張りここをお願いしたいという、あ、もう当然もそれもピッチャーですね、あ、はい、もうそれはもうピッチャー陣も頑張ってると思いますし、まあ、ここ数試合、7月ですか、後半があまり、よろしくない、まあ、菅原義村、名前挙げると菅原義村の時はいいんですけども、まあ、フリアがまあだいぶ安定してきた、はい、でその他先発する時にやっぱそこが、あ、その後継投どうしようかっていうところになっちゃいまして、そこでやっぱ敗戦するケースが多いので、ただやっぱりそこは何ですか、同じピッチャーとしてやっぱ納得できないと思います、はい、意外とこう見えて究極の場所でやってます全部勝てたら正直ないですけど、逆にもう初めから諦めてもらってやらないといけない、まあ、そういうのは逆に、まあ、選手が持ってほしいなっていうのは正直です、まあ、選手はそういうふうには思ってないと思いますけど、もう本当に、今の全然残り2試合ですけど、まあ、このメンバーで戦えると、まあ、さっきミーティングで言ったんですけど、戦えることもないです、絶対後悔だけはしないでほしいな、で全員でこのチームで、まあ、チャンピオンシップ、四国から去年 SD してきた選手もいますので、ね、まあ、個人的な意見としたら、やっぱその四国の選手は向こう行って、四国の選手と戦わせていく、そういうなんか思いがない人が多いので、なかなか真剣に動かないと、よりは感じで応援されますので、いい感じで。ちょっと、はい、まあ、そんな変わらないかもしれないでしょ、具体的には私行かなくて、はい、富山さん、ここがスケール好きなのか、攻め方としてこういうのがいいのかっていう思いがけども、ね、あったりするんですか。あ、ありますね、おー、はい、戦略的には、言って大丈夫ですか。いや、内容とかっていうのも、はい、初めの時は富山さんは楽勝なんじゃないかな、市が意外と山口福井さんとかそんなに負けてるのかなっていう、はい、いい感覚は見えます、あの感覚とったもん。例えば6月過ぎてからちょっとなんかこう、まあ、内部を意識したもんや、相手もなんかこう意識されてるなって分かんない、そうすると相手さんに聞いてみると分かんない、うん、なんかちょっと違う、すごいそれは感じます、試合やっててですね、もうここはやっぱ負けられないっていう、例えばピッチャーで、ローテーションの組み方だとか、ここでこの選手が来てもおかしくないなと思ってても、この違う選手が来てるとか、駆け引きみたいな、そうですね、はい、もう内からしてみればこっちの選手、ピッチャーの方、例えば一人の選手の方が来てくれた方が、はい、まあ、ちょっと気持ち的には楽かなと思ってても、やっぱそこはエース級が来たりとか、はい、っていうのはあるので、逆にやっぱちょっと意識をされてるのかな、
のは、はい、こっちも意識もそれぞれしてますし、はい、まあ、そこは意地の対応ですね。そうですね。もうそこで気持ちで負けた方は多分負けだと思います。後輩が。だから暗い位置に逃げて、まあ、前半というか初めの方1位で行ってて、で、途中で抜かされて、で、今もうこう、なんですか、それ順位は変わらないですけど、ゲーム差が縮まったり、ちょっと広まったりとかってありますけど、まあ、何が何でも食らいついてって、もう終わった時点で、それをバクってるのそうか、まあ、感じなかったので、今はもう下でも最後にって、そうですね、どっかで、抜かしてやるっていうのはあります、じゃないとリーダーで、そうですね、それはもう皆さんが頼むなっていかないんじゃないかな。いや、2でいいよって言ってもいいんだったけど、ちょっとお話しにじみたいな。そうですね、まあ、やっぱりずっと、まあ、言い方はあれですけど、弱いフラックスを見てきてしまったファンとしては、やっぱここまで来たら絶対優勝してほしいという思いだったら、やっぱ選手も言ってます、それが次は出してます、ここまで来たら、優勝できるチャンスってないから、そうですね、優勝する。だからすごいなんかこう、やっぱり、ね、なんか選手同士で言い合ったりとか。そういうミーティングでもありますね。やっぱりこういうチームは勝つというか、まあ、いいよ、あのコピーだけを魅力してるから、もう濃いですね。だから一日一日もう家帰るとあ今日も一日分かる。でもやっぱり考えてるのは次の試合の例えば何順なのか、相手投手とか、そういうの考えて、だけどなんかそうですね、4月で なんかいい意味で、今までこう、去年まで中学生の指導者からやらせてもらって、やっぱそういう緊張感ある中でやってきたんですけど、本当に白髪の数って増えなかった、体調も崩すっていうのもなかったです、でも今年になって、白髪が増えるから、体調崩すわ。ありましたからね。でもいい、それがでも本当にこういう緊張感のプレッシャーの中でやらせてもらったのがすごい、もう皆さんに感謝したい気持ちでいっぱいです。監督も充実してるし、結構なんか成長もされてるんです。成長してます体も成長してます。じゃあ早速最後に、はい、もう最後にまだいいですか。全然いいですよ。はいはい、いやね、これ僕も時間気にはしてたんですよ、はい、カメラ回しながらほんでね、ヒデちゃんが時間大丈夫ですかって聞いた時に、まあ、まだ13分やから、はい、まあ、持ってあと、まあ、5、6分とかそんくらいやろ、それやったらもう回しててええかなって思っちゃったんですよ。はいはい、うん、もうそしたらもう全然、5、6分で尺収まらなかったんでいやだけどね、本当にありがたい話ですよね、はい、いや本当ですよ。だってまあ今ねありましたけど、まあこれ正直これぐらいかなというか、僕も尺の意識みたいなのは一応あったんで、うん、まあ通例であればこれぐらいかなって思って一旦まとめようかなと思ったんですけど、はい、監督の方からもういいのおっしゃっていただけたっていうことで、まあ、続けた結果こうなってるんですけど、はい、いや多分もう喋りたいことがいろいろやっぱり監督も終わりだってことじゃないですか、それだけ熱いものがあって、まあ、そうですよ ね、 ね、うん、ファンの方に伝えたいところあると思いますんで、まあ、後編のインタビューは、はい、ボリューム56で、はい、お送りしたいと思います。はい、それでは、インタビューの後半もゴーショーブラックス、もうちょっとだけお付き合いください。